おはようございます。花粉翔太郎です。嘘です。T さんです。はい、こんにちは。今日なんですけれども、久しぶりにチートデイを挟もうということで、好きなものをたくさん食べていきたいと思います。はい。で、今日今朝なんですけれども、買ってきました。はい、こちら朝マックでございます。で、朝マックとこのなんかファミマで売ってるドーナツ買ってきたんで、今日はそれからちょっとね、スタートして好きなものを食べるにはどういうものを食べてるのか、紹介したいと思います。1食目いただきます。コカ・コーラうめー。ゼロコーラとはやっぱり違うわ。コカ・コーラうまい。で、このコカ・コーラのこのあれでしょ、ストローって、なんか要はお母さんの乳首みたいな設計になってるんでしょって誰かから聞いた。なんか朝マック久しぶりに食べたけど美味しいですね。はいー、ってことで、寝てました。今から、はい、マック食べたいと思います。またマックかよ。そう、俺ちょっと勘違いしてて、朝7時半なんて俺いつも起きないのよ。たまたまちょっと朝7時半に起きて、まあ、朝マック食べる形になったんだけど、俺ね、朝マックが食べたかったわけじゃなくて、普通のマック食べたかったんだけど、朝マックしかないから普通のマック頼めなかったから、まあ今日はさ、ちょっとやっぱりどうしても普通のマック食べたいということで買ってきました。マックといえばね、俺はもういつも決まってて、ダブルチーズバーガーセット、チキンナゲットにマスタードソース、コカ・コーラっていつも決まってるから、それ、今日はそれを今からそれを食べたいと思います。いただきまーす。コーラうめー。コーラのさ、このストローって、なんか赤ちゃんのこう乳首、はい、で、3食目なんですけれども、こちら、ピザハットの、特うまプルコギと、照り焼きチキンでございます。で、サイズは L でございます。 L スンですやな、これ。 L スンでございます。このセット一択って感じなんですよ、いつも。で、もうこれ、もう特うまプルコギもうまいし、照り焼きチキンもうまいので、もうこれだけです。で、僕はデリバリーピザは一番ピザハットが好きなので、これをいつも頼んであります。いただきます。このホットチリソースが美味しいんですよ。これがね、なんかそのピリ辛感が出てすごく美味しいです。もこみち。あー、うまい。うまシングルス。 Give me a chance。 なんかこれテレビ捨てたんですよ。そしたらテレビを見る時間がなくなったから、その時間、最初の頃は、何しようっていう感じだったんですけども、最近はもうすごく慣れちゃって、その生活に。今はその時間に、まあ時間を有効活用できるし、なんかダラダラしなくなった。なんだけど、食事の時にね、こうスマホ見ちゃうね。いつもテレビ見ながら食べてたんだけど、スマホ見ながら食べちゃう癖がついちゃいました。行儀悪い。
やばい、ちょっと腹いっぱいになってきた。やばい、ちょっと腹いっぱいになってきた。やばい、あと2切れ、あと2切れなんだけど、ちょっと腹いっぱいになってきた。ちょっとあれ使うわ。ドッスンドッスン赤坂さん、ドッスン。チートデイって言ったら、まあ、こんな感じで3食食べております。まあ普通さ、まあ、フィットネスやってる人とかチートデイっていうのはその日の1食だけカーボアップをするっていう風な感じらしいんですけど、まあ俺はそんなのも気にしない。1日中食べちゃう、好きなもの食べちゃうっていう風な感じで、まあ朝昼マックで夜ピザハットってもうなんか欧米かみたいな感じの食事ですけども、まあこんな感じです基本僕は。はい、この後軽くお酒飲むので、まあ、その時、その感じは、まあ、ツイッターかなんかにあげます。ストーリー、あ、インスタのストーリーかなんかにあげる。めちゃくちゃ簡単にパーッと撮るだけで。はい。こんな感じでございます。